PZLI-22 イリダ PZLI-22M93K PZLI-22 イリダはポーランドの PZL で設計、試作された総発複座のジェット軍用練習機である。1976年に TS-11 イスクラを代替するポーランド空軍向けの新しいジェット練習機の開発が航空研究所で始まった。設計は PZL ミーレック社、後の WSK イコールミーレック社で行われた。最初の試作機は1985年3月3日に初飛行したが、全量産型機がフラッターテストの最中に性能限界に達したことで墜落。結局、開発計画は最終的に1990年代に技術的問題と資金不足のために中止された。 ポーランド空軍のジェット練習機は、現在も TS-11 が担っている。機体は、後翼配置の走破発機で、主翼下方にエンジンを搭載した。座席は、タンデム複座で、前後の座席の位置をずらすことで、前席は、もちろんのこと鉱石も良好な視界を得ている。軽い後退翼の主翼にはパイロンがあり、武装を搭載することで、軽攻撃機としての運用も、 可能になっていた。また、量産機では、西側製エンジンの搭載も考慮されていた。インスタイチャットラットニクトアー PZLI-22 イリダハット、インスタイチャットラットニクトアーサモレットスカノー5除やイ,イ -22 イリダ。ナシエヨナグニエ社、2006年7月12日閲覧。ありがとうございます。